あのね、自撮り棒、自撮り棒を持つ手がもうかじかんじゃってる。函館ヒストリープラザのこの真下、ちゃんと見ますよ、苔がほら。ちょっとレンガと苔ってノスタルジックな感じがしますね。これ興味ない人は何が面白いんだろうと思っちゃうかな。どうも、役者石倉由伸です、今回も引き続き函館よりお送りしております。そして今回はここです。じゃーん、龍馬。そう、十字街の駅前にあります坂本龍馬の銅像に来ました。じゃーん。あ、そうそう、手袋つけました。手がかじかんでるので、無敵です。今回苔散歩ですからね。ただ龍馬のね、銅像を見に来ただけじゃ、もう終わりませんよ。ちゃんと見てください。じゃん。ほら、いるの、いるの、ここ、ほら。ここちゃんと見て。龍馬の、この門、門というかね、これの真下に、じゃん、ほら、いるよ、かわいいな、これ。細売りコケちゃんかな、針金コケちゃんかな。こういう、かわいいね、こういうふうに佇んでるのよ。これだけでもけなげじゃない。これもね、本当に。まあ、街でよく見るような苔ではあるんですが、ほら、こういうさ、ふたがさ、ほら、五稜郭ですよ、函館。その横っちょに苔もちゃんといます。ね。いや、完全に僕は龍馬の銅像に会いに来ただけなんですが、ほら、ちょっとね、ここの龍馬像はね、ちょっとマッチョな。一番ってパルク砲丸並みの一番ポーズをしているんですが、これにもね、理由があるんですよ。ね、なんだっけかな、あの本持ってるんですよ。自由の女神っぽいんだけど、あの本がね、なんだっけ、世界の法律の本なの。それを持って、俺は一人になってでも蝦夷北海道に行って、あの貿易を町を作るぞ。そういう言葉がね、その手紙の句にあったりするんですよね。龍馬さん、かっこいいね。坂本龍馬。このレンガの周りにも苔はいるんでしょうか。まあ比較的新しいレンガなので、まあここには苔は存在してないですね。このレンガにも苔できたら嬉しいな。かっこいいよ、これちょっと。ドローン、坂本ドローン。龍馬さん、すげえな。ほら、最初はグーってやってる感じで、いろんな人とじゃんけんする。じゃあ皆さん、僕に勝った人がこの本をあげます。それでは皆さん、参加する方手を挙げてください。それではいきますよ。最初はグーっていう感じにも見えないでもないけど、アイコは負けね。はい、そういうわけでですね、今回ショートショートではありますが、函館編坂本龍馬銅像前の苔に会うでした。うんちく話の方が長くなっちゃったけどね、苔チャンネルなので、このセブンイレブンあったかいコーヒーでも買って移動しようと思います。それじゃ、またね。